今日は青春ガールズ公演です。今日の青が青菜じゃない、青が青角じゃないのが青ガールズ、青が見て、チョコありがとうございます。今日目キラキラしてる。多分あれ薬塗ったからかな。特に何もしてない。薬塗ったからかな。それが反射してるかもしれない。ここだよね、キラキラしてるって。多分薬だね。あ、取れないや。チョコありがとうございます。今日は眠くないですね。いちごもありがとうございます。愛は身勝手なもの、チャンチャンチャンキック、なるようにしかならないんだ、誰かにすらささない、いつもより目開いてる、うん、それはあるね。今日はねバッチリ、バッチリ起きてる、この時間だしね。まだ7時とかは眠いよね。そうです、今日は公演15時からなのでね、17時とかに入って、えもう終わってるじゃんとかな、ね、やめてくださいね。ワク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 、おはよう。さあ立ち上がれは必要じゃなかったです。今日はそれおやつ公演なので覚えてください。おやつ公演で覚えてください。土日はね、15時からですね。2割増して、2割増してるって。ジン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 。おやつは食べますか？きっと食べちゃうだろうね。食べちゃうだろうね。あ、そうタピオカ久しぶりに飲んだんですよ昨日。そうそう、めっちゃ美味しかったね。危ない、お花。あ、そうです、ブログにの、アメブロに載したやつです。すごいね、三公演って。めっちゃね、美味しかった。いちごありがとう、チョコもありがとうございます。そう、牛乳なんたら、黒糖牛乳なんたらみたいなやつが一番好きです。そうですね、今日の夜はゼロポジもあります。土曜日だからね。まさかまさかの。おはよう。ジアレで最初めっちゃ並んでたよね。あの4時間ぐらい並んだことある気がする。4時間は嘘か、2時間ぐらい並んだことある。でジアレ、なんかタピオカが流行る前にジアレが好きで、神戸のジアレに一回行ったことあって、
東京を神戸その次じゃ神戸が先か分からんけど、そのでタピオカが流行りだしてぐらいから名古屋にできて、名古屋の JR 行くようになった。そうそう、時間並んだ。最近どこも並んでないの、並んでないよね。すごかったよね。そう、神戸行ってたね。そう、神戸はね何回か行ったことある。なんかおしゃれだよね、街並みが。ね、ブームってすごーって思うよね。でも美味しいけどね、やっぱりタピオカって。タピオカの時なんかアロエ流行るみたいな言ってたじゃん。おはよう。あ、バナナジュースか。でも家でめっちゃ作ってた、朝飲んでた。今日最近やってない。あー、レモネードね、うん、大須にあるよね。アロエじゃなかった、違った。今年中に、いや次で中3になる。あ、ナタデココか。ナタデココはあの給食に、は給食のデザートに入って、噛む、全然噛めなくて、ずっと給食の時に苦しんでた覚えがある。美味しいけどね、今になって食べれるようになったけど。なんか賞味期限5分のバナナジュースとかあるよね。もう眠くないよ。うん。え、あるよね、なんか。あ、そうそうそう。あ、そうそう、キンパもね、言うね、チーズ。しかもさ、なんか賞味期限5分とか買いときながらさ、コンビニに並んでるのやつとかあるじゃん。絶対5分じゃないよね。面白いけど。神様、すぐ飲まなか。シャトレラン、シャトルランっていいよね。やめたいときにすぐやめれるから。まさかまさかの急展開。まあね、早く飲んだ方が美味しそうでね。確かにバナナジュースって。体力どうなんだろうね。まあ、でもついたとは思うよ、こんだけ公演やってるしさ。めっちゃ体力いるからね。おはよう。携帯は、これは今使ってるやつは全然半年ぐらい、2代目なんですけど、もう1個のやつが2年ぐらい使ってたかな。
本巻きを食べなかったね。あーね、黒くなるよねバナナってね。バナナが落ちていませんか。いつもぐらい今日の朝はピザ食べたよ。最近お寿司食べてないね。あ、じゃあ食べたわ。スシロー行ったっけ、行った気がする。なんかね、デザートのクリームブリュレのなんかチーズケーキみたいなやつがめっちゃ美味しかった。新しく出てた。主任って何して遊ぶの、何して遊んでんだろうね、みんな。ごめん、バナナごめん。あーね、聞くね、お風呂で傘さしてね。聞く。天使とあなたで投票しました。ありがとうございます。何が一番楽しかった？それはもう終わっちゃうもんね、中にもね。寿司ネタはなんかサーモンチーズバジルみたいなやつめっちゃ美味しい。今日の公演楽しいね、ありがとう。そう、受験生らしいよ。受験生らしいよ。大丈夫なのかな。なんかでもサーモン単体は食べないですね、あのはあんまり。大丈夫なのかね。サーモンチーズバジルみたいなやつが美味しい。そう、他人事すぎるんだよこれ。だからダメなんだよ。やばそうな先輩もなんとかなんとかね。ね、でもマジでちゃんとやらんとね、どこもいけんと思うわ。2月10日公演、そうだね、10日も公演あるのでね、中から応援します。嬉しい、楽しみにしてます。制服で選ぶ子もいいよね。もう制服で選べるようなレベルじゃないのでね。あ、着点のテスト帰ってきたよ。そう思えば帰ってくればよかった。小テストあるよ。小テストで100点取った、この間。副業強化は給食。給食でもね、今ね、マジで一言も喋っちゃダメだからさ、つまんないんだよ。席もさ、ガッチャンってかなんかできないしさ。まずテストあるんだよ。そうだね、あの公演の日と丸かぶりなんですよ。16、12、15、16とテストあるんですけど、16いけない。あれ出た、今ドロップ出ましたね。そう、話せないからね。痛い、ああ、挟んだ、痛かった。307日、ありがとうございます。
ということで今日は公演があるのでこの辺にしたいと思います。はい、でかさった1736人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございました。ギフトと星投げくださった方ありがとうございました。それではワンダダン、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。